韓国の男子テニスプレイヤーイド読ヒが、ローランギャロスオープンで人生初の勝利を収めた。ローランギャロスオープン3度目の出場で、価値ある結果を得た。イド読ヒは21日、フランスパリローランギャロステニススタジアムで開かれたローランギャロスオープン男子シングルス予選1ラウンドで、デニス・ノビコフに2-0で勝利。2ラウンドに進んだ。 移読費は2016年、初めてローラン・ギャロスの舞台を踏み、その後、昨年も同大会に出場。しかし、二度とも予選1ラウンドで敗退し、悔し涙を流した。しかし、今回は過去二度のチャレンジを無駄にせず、嬉しい初勝利を手にした。試合後、移読費は、嬉しい。 何よりフランスでの初勝利となり、より嬉しいとし、ここからが大会のスタート。より集中して、必ずいい成績を収めたいと覚悟を明かした。